こういうね、裏っかこんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。はい、どうもー、料理の兄さん、リュウジでーす。はい、じゃあ今日はですね、夏の、うんうん、わーここカットでね、今日はですね、いい感じに酔っ払ってきましたので、えのきだけ、今ある食材何が作れるかと思ったらこれだったんですね。えのきの唐揚げ、ものすごいね、美味しいやつ、簡単で、それを作っていきたいと思います。はい、リュウジのバズレシピ、早速いきたいと思います。まずえのきは切り落とします。はい、でね、ほぐしてあげた方がいいんですよね、こうやって。そうするとね、最後にね、あの手でほぐすのがね、少しね、軽減されるんでね、線入れた方がいいです。はい、えのきを細かくするのが非常に重要な作業なので、ね、こんなにバラバラになるんですよ、こうやって。手でほぐすとね、結構時間かかっちゃうんで。夏の終わりにはバラバラのえのきです。まず塩です、小さじ、まあ大体3分の1ぐらい。味の素です。これね、味付けられますんで、1、2、3、4、5振りぐらいです。片栗粉です、小さじ3杯で大さじ1なんで、大さじ2ぐらい入れます。こんな感じでね、はい、ちょっとね、衣をつける感じですね。うまいんですよ、これがね。はい、前のレシピだとね、僕ね、唐揚げ粉でやってたんですけど、意外と皆さんね、唐揚げ粉持ってないっていうのがね、最近分かったので、今回ですね、片栗粉でご家庭にある調味料でやっていきます。おーわーみー、ちょっといけると思う。はい、こんな感じですね。こんなぐらいバラバラです。じゃあそうしましたらですね、火をつけて、サラダ油 1.5 センチぐらい油あった方がいいですね。はい、分量が多いので半分半分でやっていきます。今回はね、中火で、熱していきます。油温めてくださいね、フォースを感じてください、ね、音が出てきたら、これで大体半々だと思います、ね、バラしながらね。今ね、中火で揚げてます。入れたらね、あんまり動かさなくてよかったですね。パリッパリにしていきます。中途半端な加熱だとパリパリになんないので、こういうね、裏っかこんな感じ、揚げ焼きになってるので、そしたらね、裏返しちゃおう。こんな感じ、こんな感じ、ベビースターラーメンみたいにしていくんですよ、これね。硬くなってくるまでですね。竹の目にはね、もうたまんない、いい色になってきました。ほらこうなるとね、もうね、固まってくるんです。結構ね、パリッとやっちゃっていいです。これはもうベストです。空気ね、さらすと、パラパラになるんでね、厚さがあったので、ちょっとね、ほぐしていきます。火が均等に入るんでね、本気よく揚げたら、もう本当あとは楽園が待ってますね。もともとね、ベトナムの屋台でこういう料理があるらしくて、フォロワーさんに教えてもらったんですよね。それを日本の調味料でどうにかやれないかなと思って作ったのがこの料理。大歓喜です。これぐらいになったら一回ね、裏返しましょうか。はい、唐揚げ粉だともうちょっとパラパラになるんですけども、今回はですね、片栗粉なんでちょっとね、くっつきます、性質的に。油よーく切ってくださいね、よーく切ってあげて。えのきって唐揚げにしても油汚れないんですよね。でこの油はね、取っといて別のに使えるので、こんな感じです。完全にベビースターなんだけど、これえのきだってみんな分かんないでしょ。これこうか、おいしよう、ブラックペッパー、えのきの唐揚げ完成です。はい、ではですね、早速できましたので、おい、レモンサワーをしていきたいと思います。合うぞこれは。いただきます。いただきたいと思います。もうね、えのきなんですけど、水分抜けてもうパリッパリになって、本当にね、ベビースターっぽいですね。うん、これね、めっちゃうまいぞ。久々にこれやったんですけど、めちゃめちゃ美味しい。あ、これいくらでもいけるわ。これやばい、やったほうがいいや。みんな噛んでいくとね、えのきの旨味がじゅわっとね、感じられます。これ後追いでかけたブラックペッパー、これほんと美味しいですね。菓子メーカーさん、これやったほうがいいんじゃないの。これ無限レモンサワー案件ですよ、これ。背徳的ですね、これね。うまい。えのき使ってるんでヘルシーな気がするじゃないですか。例えば粉状のコンソメとかね、コンソメ砕いたものとかを振りかけても美味しい。コンソメパンチ味とかね、本当にね、味付けかなり無限大だと思う。青のりも合うと思いますよ、これ。揚げすぎないように気をつけてください。今日はね、結構揚がってる方なんで、これよりもう少し前に揚げてもいいかもしれないです。えのきのうまさが際立ってる、ぜひ作ってみてください。
のまま塊のままの方がいい。なんだか分かんなくなるのかな。なんか分かんない。